人生型とは、室町幕府初期に設置された機関の一つで、頭人及び数人の奉業人から構成されていた。人生型の位置づけについては、複数の説が存在しており、などの推定がなされている。略王4年に、すでに訴訟機関として、記録に登場し、同年10月3日には、下し文発給に関する訴訟を人生型から、引き付け方に移行する。 幕府法令が出されている。英和元年から3年にかけて、当時が幕府に依頼した訴訟に関して引き付け方ではなく、人生方での採決を求めるやりとりが記録されており、少なくても室町幕府創設期の40年間以上は、存続したと考えられているが、室町時代中期以後にはすでに廃止されたらしく、幕府植生に確認できない。佐藤新一。 室町幕府改装機の完成体系、日本中世論集、山谷博樹、室町幕府訴訟機関の将軍震災課、家永下従うつぐ、足利義明における、将軍震災の基盤、室町幕府将軍権力の研究、小川新、室町幕府官僚制成立の前提、よりゆきの官僚就任と、職権活動、足利一門守護発展史の研究、 亀田俊和、南北長期室町幕府人生型の研究、室町幕府官僚思考システムの研究。亀田説では、足利高氏と足利忠義による、室町幕府初期の二元支配における職務の線引きの問題に加え、引き付け方などの再考を通じて、 被被究命を重視する鎌倉幕府体制の再興を重視する忠義と将軍孫子の決定を迅速かつ強制的に実施させる諸直の政治路線対立が人生方からの出自思考上発給で深刻化し官能の上乱の一因になったと解説する。また、同説によれば人生方の人生とは将軍から恩賞地寄進地を与えられながら 他者からの応募によって、自力救済が困難な人々を救済するという、将軍による人生を実施するという意味を含んでいたと、する。人生方に関する記録の加減は、取得2年である。ありがとうございます。